トヨタ自動車によりますと、円安が加速した影響で、売上高が8兆4911億円と過去最高を更新しました。来年3月期の業績予想も円安がプラスに働く見込みで、売上高は当初の見通しより1兆5000億円上方修正した34兆5000億円を見込んでいます。一方で今期の純利益は前の年の同じ時期と比べ 17.9% 減り7368億円、本業の儲けを示す営業利益は 42.0% 減り5786億円でした。鉄などの原材料費が高騰したほか、中国上海のロックダウンなどに伴う部品の供給不足により販売台数を減らしたことが主な理由としています。